はい、ご視聴していただきありがとうございます。信長野望ね。金星ね。ウィズパープキットですね。続きやっていきましょう。ちょっと兵回復したら左側の方に向かっていきたいなと思います。農場じゃない。築城をね、して。であとはこれかな、本当取れるね。 A の回復速度アップも取っとこうか。一応で直ちに済ませましょう。お金いらないので、心得申した。腰兵糧もね、増やしてね、行こうか。声を上げよう。さすがにこっちはちょっとね、やられ、また陥落したね。汗やつしたから汗やつしたの捕らえたり、お断りいたす。ちょっと毛利さんの方にね、ついてきます。ご恩は忘れません。兵らよ、陣を整えるのだ。さすがに北条でね、2万5000出したからね、なかなか回復していかないね。さあ行くぞ、腕が鳴るわい。戦となるぞ、布陣を始めよ。よし、いいでしょう。敵は身の滅ぼさん。さあ、こっちも行きましょうか。あの城を奪おうぞ。出陣よ。行くさぞ。準備を万端整えよ。これであれだね、お城作ろう。はい、意外とお城はなんかあれだね、意外と出来上がりそうだね。さあ行くさぞ、腕が鳴るわい。兵を奮い立て、戦ぞ。相すまぬ真似をいたしました。野戦となる。まあ、もし右に負けても左で家康君の方でご利用せばなんとかなるんじゃないのかな。さあ行くぞ。さすがに右はねちょっとね、あんま届かないが、うちらの手が届かないんで、遅れずついてまいれ。いいんじゃない？行くさぞ。準備を万端整えよ。陣を構えよ。戦の始まりぞ。よろしいでしょうか。ニャンセンさんも貸してくれ。それで構わない。いいよいいよ。カカカカしてるかしてるか。ついてまいれ。行くさぞ。敵を滅ぼさん。嬉しきことよ。野戦となる、陣を構えよ。我が前を塞ぎな。陣を構えよ。戦の始まりぞ。こっちへどんどんとね、ノブがこれ城取らないで、ノブあれだね、もうちょっと嫌がらせのごとく、次なる手立てはいかにせん。書きます。そう。みんな、行くぞ。こうやって書きましていけば、こっちの部隊が、行くさぞ。陣を整えよ。行くさぞ。動くでしょう。陣を整えよ。兵を奮い立て。行くさぞ。あの城を奪う。取れそうなところだ。取ろう。戦じゃ。みんな心構
えをせよ。兵よ、声を上げよ。行くさぞ。敵将を捕らえたわ。お断りします。噂に聞くより寛大な方ですね。で、敵は皆こっち向かうですか。で、ここをどんどんと上げてこう。表情で軍団で編成で届くでしょ。白編成で届く届く届く。で、じゃあここの周りをちょっと取ってみようか。あ、これ取れるんじゃない、頑張れば。敵将を捕らえたわ。貴殿にお仕えいたす。我が前を塞ぐな。陣を構え、戦の始まりぞ。うまくいけば取れるな、これ。城攻めよ、参れ。この城を落とします。それで構わん。遅れるでないぞ。野戦となる。陣を構えよ。陣を構え、戦の始まりぞ。野戦となる。陣を構えよ。北条戦なんならだったね。城を奪ってくれたわ。敵将を捕らえたわ。投与しよう。お主には使えられぬ。よろしいでしょう。強いのこれ。弱いじゃん。妨害の喜びぞ、うん、ありがたく帰らせてもらおう。でもきっともよかったけど。そしたらこれも家康君に渡しちゃおう。投げよう。武将じゃない、城編成で。で、ちょっとこれ、こいつ帰ろうとしてる。1万か。じゃあこっち行こう。城を落としに行く。戦となるぞ。布陣を始めよ。あ、城は最後の許可できるね。最後だね、これで。あとは、これも取りたいけど、会場も取りたいけど、まずはあれでしょう。星兵糧でしょ。星兵糧。赤字になっちゃうか、星兵糧取ると。じゃあ、軍の掌握。これを、なるべく壊さないと取ろうか。ただちに済ませそうすれば、お城もね、意外と、楽になるんじゃないのかな。戦に貴殿には使えられません。放つだ。待って、何を考えておる。貴殿じゃん、めんどくさい。次なる手立てはいかにせん。攻め潰してくれ。ないよ。戦となる。武人を始める。倒しに行こうか。敵将を捕らえたわ。こういうで説を変える気はない。よろしいでしょう。いらないわ。礼を申す。戦になるぞ。陣を整えるんじゃ。この城、我らが頂戴する。今は首を取らぬ。こういうお断りいたす。礼を申し上げる。ちょっとこれ置かえてこようにします。
城を囲め、攻め立てよ。いなくなったね。次なる手立てはいかにせん。じゃあ断ろうか。落ちぬ城はなし。攻めよ。是非もなし。ノブ死んだ。くそ、やられた。ペナルティクック。妨害の喜びぞ。兵数見たら止めてなかった。悔しい。180インチこれ出れないの。あ、90インチか。90インチぐらいでいいよ。野戦となる陣を構えよ。でもあれじゃん、なんか自分が切り開いたおかげで勝利のど真ん中をね、引き抜いたから、なんかいい感じに、なんかいい感じになんかやってくれてるよ。ここの真ん中の2つとここら辺をね、バーッと取ってたのがあれだったね。うん、心構えをせよ。聞いてるね。皆の者、戦の支度だ。野戦となる陣を構えよ。で、そろそろクリアかなと思います。同様で忠節を尽くします。このご恩は忘れぬ。あれでしょ、天下太平が残り一つ、いいじゃない。この新セレートとはさ、残り何かっていうのはさ、見えるところがいいよね。大使の場合はさ、残り何個とかって分かんなくて、感覚あと1ポイントとかでね、感覚でしか判断できなかったですからね。確かに新セレートのいいところはいいところである。悪いところの方がやっぱ 目立つけどね。とのね、朝廷よりね、統計でね、来ましたよっていうことで。何？さて一体何のことだろう。いや、パンパクとかなんか、いろんなものをね、できるよってやつで。ね、ご金麗しゅうというね、おかみのね、貴殿の統一のね、破業のこととかね、喜びになられておる。いますということでね。これはアレナタキシーね。合成ってことで。ついではね、お上からのね、特別なね、お達しでな、ということで。で、大将軍くれる。なんと、ね。いずれ我がね、天下人にね、ふさわしきね、朝廷のね、養殖、まあ、主食によってアレナタキって言っても、はい。ということで、関白、ね、とかあるんで、征夷大将軍とあるんでね。まあ、関白あたりに昇降学校とかね。じゃ関白でね、終わりましょうか。はい、ということで、エンディングの音を流すとね、YouTube さんに、消されちゃうんで、動画がね、排除されます。なんか、光栄がね、著作権管理のやつでやってますから、氷川きよしのね、エンディング曲なんですけど、あんまいい曲だと思わないんですけど、それがね、著作権引っかかるみたいなわけですね。なので、一回自分を叱られちゃったのでね、エンディングはね、流さないようにして、はい。ライブ配信の時にね、引っかかったのかな？はい。でね、ね、はい、わかったってことでね、おかみのね、おかみに知らせますよってことですね。はい。だから、関白は、ね、インシエより藤原北家のね、がつけるね、職らしいですね。まあ、ということで天下の作業を取りましたってことで、ね、まあ、いろいろこんな感じで取りましたっていうのも多分、あるのかな。あ、でもこれで、あれで終わりだよね。こうして、織田家の関白を就任して、ね、関を、まあ、あれだよね。セミナリオね。俗に言うセミナリオね。の城が、あれですね。統治しましたってことで。なんかいろいろどんじゃ騒ぎしましたって。しばらく人々は、ね、
戦を忘れ安定した平和を楽しんだな。やがて、ね、天災が連続し、織田政権は財閥なんからね、飢饉を知りますよってことで。ああ、再び移行してったの？初代信長がかつて毛利などの勢力を温存したことがあだとなったかもしれないってことで。再び乱世だね。再び各地で大名を争う時代がね、出てきちゃいましたってことで。まあちょっとバッドエンドでしたね。ああ人々の記憶にね、残り続けたってことで。まあ残念でした。はい。ということでね、終わりかな。ご視聴いただきありがとうございました。